おさわり、探偵ナメコ栽培キットは、株式会社 B-Works が開発し、サクセスにより配信された、iOS および Android 搭載スマートフォン用、育成ゲームアプリのシリーズである。ラインナップは、以下の通り。ブラウザ Nintendo 3DS 用、パズルゲームの、おさわり、探偵ナメコ大繁殖および Nintendo Switch に、移植した、 ザナメコのパズルナメコ大繁殖、任天堂 n t ー d 3DS 用、リズムゲームの、お触り、探偵、おさわりな、ナメコリズム、およびスマートフォン向けアプリの、ナメコのお散歩、ナメコの巣、まとめて、儲け。ナメコ店、ナメコハク掘キット、ナメコ取りについても、本校で扱う。また、キャラクターとしての、ナメコの、メディアミックス展開についても、本校で扱う。お触り、 探偵ナメコ栽培キットは、おさわり、探偵、小沢里奈のスピンオフ作品で、小沢里奈の助手として登場した、キャラクター、ナメコを栽培し収穫する、スマートフォン向けゲーム、およびそのシリーズである。もともとは、アプリ版、おさわり、探偵、小沢里奈のプロモーション用無料アプリとして、公開されたが、人気が出たことからシリーズ化された。題名の、おさわり探偵は、 スピンオフであることに由来し、このゲーム自体には、探偵的な要素はない。本シリーズをきっかけに、キャラクターとしての、ナメコの知名度と人気は上昇した。ナメコ栽培キットシリーズはすべて無料で、アプリ内課金もなく、広告は表示されるが、広告収入は重視しておらず、むしろ、キャラクターグッズなどの収益の方が大きいという。 ナメコのキャラクターグッズを一堂に集め販売する、ナメコ市場と題したイベントを各地で開催しているほか、2014年には、初の常設のナメコグッズ専門店、ナメコ市場東京本店を東京駅にオープンした。また漫画や CD、アニメなどのメディアミックス展開も行っている。アニメでは、ニャンチューワールド放送局で、ナメコ世界の友達で3分ほど放送された。 登場したナメコは、特にナメコ栽培キットネオで登場したナメコがメインだった。そして、ナメコではないオリジナルキャラクター、犬のペロも人気がある。ゲームの基本画面である栽培画面には原木が横たわり、その周囲に加湿器、保温器、照明器といった設備が配置されている。原木にナメコフードを使ってしばらく待つと、 ナメコが生えてくるので、タッチパネル状のナメコに指で触れると収穫できる。この時、軽く叩くと個別に、ナメコの群に沿って撫でるとまとめて収穫することができる。収穫したナメコは NP という特典に変換され、収穫した種類がナメコ図鑑に記録される。なお、収穫されるナメコには、標準的なものとは、 色や姿の異なる、レアなめこが出現することもある。他方、世話を怠ると、なめこは、枯れて、枯れなめこになってしまう。小沢里奈で発明好きの事として登場した、G は、本作では上述の各種設備や消耗品アイテムを、販売しており、NP を消費することによって、彼からそれらを購入できる。設備は、各10段階あり、 アップグレードすると、レアナメコの出現率が変わったり、特定のグレードでなければ出現しない、レアナメコも存在する。また、長時間ゲームを放置するなど世話を怠ると原木に、カビが生え、症状の軽いうちは直接タップすれば払い落とせるが、原木が一面緑色に覆われてしまうと、G に、カビ除去スプレーを頼む必要が生じる。 5種類のナメコフードを使い分けることにより、ナメコの入るまでの時間、すなわち世話を必要とする時間を調節できる。ナメコ栽培キットシリーズの第1作目。2011年8月4日の iOS 版、おさわり、探偵、おさわり内配信開始に先駆けて、スピンオフの、おさわり、探偵無料アプリ3作品を配信開始。おさわり、探偵占い。 おさわり、探偵味噌汁に続いて、6月30日に配信開始された iPhone 版、おさわり、探偵のメコ栽培キットは、スピンオフ作品でありながら、本編から独立した人気を博し、オリコンによる、ちょっとした空き時間に遊ぶアプリゲーム調査では10代20代学生と20代30代 OL 部門で1位となったほか、2011年11月30日時点で、 累計ダウンロード数が190万本に達し、アップストアにおけるレビューの平均評価も高く、日本だけでなくアジア各国でも人気を得た。おさわり、探偵ナメコ栽培キットシーズンズはナメコ栽培キットシリーズの第2作目にあたる。季節に合わせた演出などを盛り込むもので、2011年12月2日に配信開始されたおさわり、 探偵雪のなめこ栽培キットをはじめ2012年2月2日に恋のなめこ栽培キットをアップデート配信他に4月6月8月の敬語シーズンのアップデートが予定されており雪のなめこ栽培キットは配信開始と同時にアップストアの週間ダウンロードランキングで1位を獲得同年末までの約1ヶ月で100万ダウンロードを記録したまた 本アプリ限定の特典として壁紙がダウンロードできる。当初は全5回のアップデート配信を予定していたが、その後、第2章として新たに世界の四季をテーマにしたアップデートが配信された。第9回、アジアの秋の配信をもってメジャーアップデートを終了することが告知された。全9回のアップデート配信は以下の通り、おさわり。 探偵ナメコ栽培キットデラックスはナメコ栽培キットシリーズの第3作目にあたる原木にレベルの概念が導入され原木のレベルが高いほどナメコの発生速度やレアナメコの生えやすさが上がっていくまたシリーズで初めて BGM が追加された本作はリリース後も原木やレアナメコの追加などのイベント配信やシステムの追加アップデートが 継続的になされている。2013年9月のアップデートでは、品種改良システムが追加された。これは、品種改良の手引き書に従って、特定のナメコが一定数以上生えている状態などの条件を満たしている場合にのみ、新種のレアナメコが生えてくるシステムである。おさわり、探偵ネオナメコ栽培キットは、前作。 デラックスから約2年ぶりの新作となるシリーズ第4作目。シリーズで初めて高解像度の画面に対応し、原木が上下2段に配置され、ナメコの栽培スペースが広くなった。ゲージを貯めることで、設備のアップグレードに利用できる素材を獲得できる、プライズゲージや、様々な効果を持ったナメコフードを作ることができる、フード製造機といった、新要素が追加された。 また、栽培テーマを切り替えることで、ナメコの見た目や BGM が変化する。女児向け雑誌、キャラパフェやゲーム、チャリソーサードレース、ニャンコ大戦争とコラボレーションしたテーマなども配信された。おさわり、探偵ナメコ大繁殖は、サクセスより2013年2月28日に発売された、ニンテンドー 3DS 用ゲームソフト。同じ、ナメコ。 ブロックを縦か横に3つ以上並べて消していくアクションパズルで先行して配信されているブラウザゲーム版にモードの追加や演出の強化を施した内容となっている。リナ以外にもマナミ、チトセ、デイジーといったおさわり、探偵、小沢リナのキャラクターが登場する。対戦モードはローカルプレイおよびダウンロードプレイに対応。技や連鎖を起こすと 対戦相手にお邪魔カビを送れる。ダウンロードプレイは1カートリッジで2人のプレイが可能だが、キャラクターの選択はできない。G の探偵試験モードは、G に指定された条件で、ナメコを消していく、お題モード。2012年9月27日より、Yahoo モバゲーでサービス提供されていたものと、メーカーとジャンルは同じである。 2018年12月20日に D3 パブリッシャーより任天堂スイッチ用ソフトザ・ナメコのパズルナメコ大繁殖の名前で発売されたおさわり探偵小沢里奈ナメコリズムはサクセスより2014年11月13日に発売された任天堂 t e ー 3DS 用音楽ゲームソフト音楽のリズムに合わせてナメコをタッチして収穫するゲームである ナメコの CD やナメコの c d にの楽曲を中心に20曲以上が収録されている。ゲームを進めることで入手できるコスチュームで、ナメコや小沢里奈を着せ替えて遊ぶこともできる。ナメコのお散歩は、ネオに続くスマートフォン向けのナメコを主役としたゲームアプリ。栽培キットシリーズに引き続き、アプリ内には広告が表示されるが、アプリ本体は無料であり、 なおかつアプリ内課金もない。フードを使って仲間にしたナメコたちを散歩に出かけさせ、散歩中に集めた食材を使って新しいフードを作り、そのフードでまた新たな種類のナメコを仲間するということを繰り返しながらナメコ図鑑やフード図鑑の完成を目指すゲームである。シリーズ一作目である、おさわり、探偵ナメコ栽培キットの改良版、改善点として、がある。 シリーズ2作目である、おさわり、探偵ナメコ栽培キットシーズンズの改良版。改善点として、がある。ナメコの巣は、スマートフォン向けのナメコを主役とした、ゲームアプリ。アプリ本体は無料だが、スマートフォン用ナメコアプリの中で初めて、アプリ内課金が導入された。ナメコのタケルを、主人公とし、ナメコたちを冒険に行かせ、 その道中で拾ったアイテムで、ナメコのランクを上げたり、新しいナメコをスカウトしたり、自分の巣を作っていったりするというゲームである。ナメコ栽培キットザワールドは、栽培キットとしては、前作、ネオから約4年ぶりの新作となるシリーズ第5作目。世界各地の場面で栽培ができ、その土地ならではのレアナメコが生える。デラックスのように原木にはレベルが設定されており、 レベルが上がると生えるレアナメコが増えたりナメコの発生速度が上がったりしていく。また、初めて、天気というシステムが導入され、天気の変化により、レアナメコの発生しやすさが変わったり、植え替えによりナメコを植え替えて、デラックスでいうところの品種改良のような、突然変異を起こし、特殊なレアナメコを生やしたりすることができる。まとめて、儲け。ナメコ店は、 スマートフォン向けのナメコを主役としたパズルゲームアプリ。未開の島で借金を背負ったナメコと共に借金返済を目指し、職業をモチーフとしたステージを転職しながら進めていくゲームである。ナメコ栽培キットデラックス曲とはシリーズ3作目であるおさわり探偵ナメコ栽培キットデラックスの改良版改善点としてがある。ナメコ発掘キットとは スマートフォン向けのナメコを主役としたゲームアプリ。文明が滅びた星を舞台とし、ナメコの女子とアンドロイドの少女マナが星から脱出するための箱舟のパーツを探す物語が進行する。様々なアイテムや枯れナメコを発掘したり、缶詰によって枯れナメコを復活させたりすることで発掘を繰り返し、次のステージへと進めていくゲームである。 ナメコ鳥はサクセスより販売されたゲームアプリニスミトリをベースとしたパズルゲーム作品。元祖ナメコ栽培キットとはナメコ栽培キット10周年記念として登場したアプリでありシリーズ第1作目のナメコ栽培キットとシリーズ第2作目のおさわり探偵ナメコ栽培キットシーズンズの再開量版。本作では横画面にも対応しており 横画面では2作を同時にプレイすることが可能になる。また、ジオラマにナメコを配置する、ミュージアムや、ゲーム内で条件を満たす機能を、お願い、パネルが追加されているほか、初代では独自の機能だった、NP が必要なナメコフードが廃止されている。台湾、収集船のラッピング車両ナメコ図鑑、世界のナメコ図鑑、続、世界のナメコ図鑑季節のナメコ図鑑雪恋、 花編、季節のなめこ図鑑う、四季編、季節のなめこ図鑑欧,欧州、北米編、季節のなめこ図鑑南北、アジア編、なめこ図鑑デラックス普通の原木、高級な原木編、なめこ図鑑、デラックスごつごつ原木、色彩の原木編の発冊が発行されている。シリーズ累計120万部を突破している。なめこ文学全集なめこでわかる、名作文学。 ナメコ文学全集ナメコでわかる世界名作文学スピカ2012年ナンバー8より連載されている漫画作品作中の登場人物をナメコたちに当てはめて古今の文学作品をコミカライズしたもの期間7巻ムフンフめこ絵本岩崎書店館2015年9月23日現在素敵な出会いみんなのお家、最高のスープ 海の底の秘密の4冊が発行されている。ナメコタイムデラックス4コマ集ナメ4ナメコの PV2012 年2月8日には、アニメーション制作会社、ゴンゾによる約90秒のプロモーション映像、ナメコの PV が公開された。この動画は、2011年のテレビアニメ、ニャンパイアザーアニメーションで監督を務めた、吉松隆弘が監督、絵コンテを担当し、 同アニメの制作スタッフが再結集して制作された。スタッフナメコの PV2012 年に公開された、ナメコの PV に続くプロジェクト。制作スタジオも、映像のテイストも異なる3本の短編映像作品が制作され、YouTube などで公開された。無分腐敗なメコの大運動会障害物競争や、玉入れをするナメコたちの様子を音楽に合わせて描く。 2012年のナメコの PV に引き続き、ニャンパイやスタッフによって制作された。2013年5月公開。スタッフナメコスクールウォーズナメコの PV シリーズ初の実写作品である。小学校の校舎のような場所を舞台に、実写のナメコたちがドタバタ劇を繰り広げる。2013年6月公開。スタッフナメコ家の一族おはようの牧なナメコ家の 面々を歌に乗せて柔らかいタッチのアニメーションで描く。2013年7月公開。スタッフナメコ家の一族上記、ナメコの PV2013 第3弾の、ナメコ家の一族おはようの巻をもとに新たに、制作された全3巻13話の OVA。スタッフ DVD テレビアニメ、ナメコ世界の友達のタイトルで、NHKE テレ。 ニャンチューワールド放送局内のコーナーアニメとして2016年4月から2017年2月12日まで放送。原作やアプリ版 OV8 も完全に独立した世界でナメコの森に訪れた世界中のナメコをナメコとその仲間たちが結成したチームヌアが案内するというあらすじ。各ナメコにオリジナルの設定付け。 声優キャストがついているのが特徴。キャストレギュラーキャラクターゲストキャラクタースタッフ各割りスト、おさわり、探偵ナメコ大繁殖に関するカテゴリー、ナメコ家の一族に関するカテゴリー、ナメコ世界の友達に関するカテゴリー、ありがとうございます。